迎える初詣シーズンのお供にぴったりなのが自動販売機で買うことができる温かい缶スープじゃないでしょうか本格中華や洋風スープなど進化する缶スープ事情を取材しましたあちらの自販機には味噌汁やコーンスープにさらにフカヒレスープまで和洋中のフルコースが揃っています。 東京駅構内にある自動販売機で日本初の中華スープ缶が誕生しましたそれがこの冬新たに登場したうま辛麻婆スープほんのりと香る山椒の風味とピリ辛の豆板醤で本場中国の味を再現しました JR 東日本は3年連続でスープ飲料の売り上げが120%以上伸びていることから缶スープの種類をを増やししてて販売を強化しています。缶スープの需要が高くなってきているのでラインナップを強化しておりまして特にあの18時前後はですね小腹を満たすためにまた23時以降は飲み会の終わった後の締めの1杯代わりにですね飲んでいただいているんじゃないかなというふうに考えていますさらに リッチな洋風スープも登場です。大手飲料メーカーサントリーは看板商品ボスコーヒーシリーズの新たなラインナップとしてビストロボスを開発玉ねぎとビーフの旨味が存分に引き出されたスパイシーコンソメスープとまろやかな味わいの粒たっぷりコーンスープ 忙しく働くオフィスワーカーの方々に手軽に小腹を満たしてもらいたいという思いで開発を進めましたボスが長い間コーヒーの技術で培ってきているコク出しの技術を使いましてまるでこう洋食屋さんビストロで味わっているかのような本格的な味わいに仕上げております担当者は今後新たなビストロボスシリーズの商品開発に力を入れていくことにしています